始まるよ。どうも皆さんこんにちは、たりぼっ工場のアンドゥです。今回はこちらのコースで遊んでいきたいと思います。ボリメンへの道、恐怖のペット、密状態。うわ、なんかすごい難しそう。これは苦労するって書いてありますもんね。コインを、ああなるほどね、あの花ちゃんたちの上にあるコインを取れってことですよね。いや任してください。まずこいつらの動きをしっかり見る、それが俺にため。いや、いける、慌てんな。ここだ！いや、一回タイミング見ましょう。あいつらがいなくなるタイミングがあるんですよ、絶対に。ここで、そう、今とかね、1、2、はい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 、いなくなーら、ない、来た！手前のハラちゃん上に飛んだ瞬間、来た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 ！リズムに合わせてやってくよ。ハラちゃん来たけど気にしない。あいつが上に行くタイミングがあるよ。はい。探して探して、ハラちゃん上よ。花上に行くんです。はい。ハラは上よ。私上。はい。ここから私が上に行く！来た！いやーん、このハラちゃん強い。奥花の、ここ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 、ティココココ、ティココココ。それ何？え、何その動き、ちょっと待って。来た！ヒップタイプ取れよ！出ねえ！うわ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 、お前たちの全てを。来た来た、いけそういけそういけそう。あ、いけそう！うわ、惜しい！マジかよ。落ち着け。落ち着け、俺。ここはポーズ連打作戦でいこう。やべ、踏んだ。どうする？どうする、俺。いや、右に行こう、右。オッケー、右で避けた、ナイス、オッケー。で、オッケー、オッケーよ。で、ここで左に行こう。落ち着け。いや、ダメだ。完全に塞がれてる。待って、あー、やばい、助かる。まだ助かる。よっしょ。あるぞ。あるぞ。希望を捨てるな、俺。一人飛んできた。こいつをかわす。来たかもしれない。よし、よし、やったー。ははは。ヒーギー、ポーズ連打作戦決まったぜ。じゃあ次のコース、どうぞ。じゃあ次このコースで遊んでいきたいと思います。騙し騙され50秒スピードランだって。うわ、なるほどね。騙しのスピードラン系コース。うわ、めっちゃ面白そう。さあ、どんな感じでしょうか。でももうね、いろんなトロールコースやってきてるから。正直だまーん。オッケーオッケー、ウェルカム。これもしかして、届くよな？届いちゃうよな？に、さあ、ナイス！スピン！スピン！はい、キノコ取っちゃって取っちゃって！はい、食らって！取れなかったけど、ウェルカムトゥー！スピン、スピン、キノコ取る！で、多分、これ取る！取れなかった。踏んで、行けばいいのかな？ Z って書いてあったけど、なんか、いっそ、落ち。いや、マジ落ち着いて。こいつ、いきなり方向転換するから、分かってる。分かってた、分かってた。さすが俺。落ち着いて。そうそう。ジャンプしながら行くことが結構大切なんです。こいつらの急な変化に対応するにはジャンプがマジ大切。え、どこ行くの？え、あと20秒しかないんだけど。あ、いるいる、なんかいる。いやー。オッケー、来た。ここですね。はい。素晴らしいよ。オッケー、戻ってきました。ここで一旦落ち着いて、こうして行っちゃえば、こっちの前よ！さあ、もらったんじゃない？これでもうゴール一直線なんじゃない？ありがとう、ありがとう、ありがとう。よっしゃー。じゃあ次のコース、どうぞ。このコースで遊んでいきたいと思います。トラブオブハウスって書いてありますね。何なんだろう、トラブオブハウスって。トラブって何なんだろうね。あ、トラップのあれかな？なんか、スペルミスみたいな。いや、違うかもしれない。トラブオブハウス。なるほど、なるほどね、と。え？え？そんな絶対罠じゃない？まだそんなこともないかもしれない。信じてよかった人！マジでよかった！ん？こっちでいいのかな？あ、猫だ。猫もらったよ。これで壊すとか？爆弾？なるほど、爆発させて何かが起こるのかな？鍵？え、もしかして俺今すごくうまくいってる？順調そのものなんじゃない？ほら、多分ここに入るんでしょ。そうすると？え、なんだここ。待って、絶対これ、あの、猫で言っていい状態じゃないでしょ。落ち着いて。あ、そっか、こういう、おー、ありがとう、ありがとう。ん？何？え？ちょ
ちょっと一回こっち見てみる。こっちの先見てみます。何かあるんじゃない、意外と。このままゴール、いやいやだい、おお、ドロップインしかないわ。オッケー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 。で多分鍵を手に入れちゃダメなんだろうな。だからこいつを手に入れて、危ない。まあ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 、しょうがないしょうがない。でも鍵を持ってないから、まあ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 、プラマイゼロってことで落ち着いてね。オッケー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 。え、青なんだけど。あ、なんだ猫。え、救済措置かなこれ、もしかして。救済措置にゃんこ出てきたんだけど、これで多分だけど、この上に行くんじゃない。もう一回、危ない。オッケーオッケーオッケー、慌てない。ふっ、バカバカバカ、オッケー。なんだ、確かにオンオフのあれはあるけど、でも変わっちゃうよな、これ。え、難攻不落とはこのことを言うのかもしれない。謎が全て解けました。だからこの木に登って猫を手に入れちゃダメなんだ。ここにある猫を取ると。ここにある猫を取って反応させずに、あそこに渡る。それしか方法はない。来た、やっぱそうだ。俺の予想は合っていた。自分でひらめいた。これがマリオの楽しさだよな。絶対、騙されると思ったかい、どうすんの兄貴たちよ。オッケー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 。絶対罠だと思ってました、正直ね。罠だなぁ。よし、来た、みんなようやく来る。オッケー、どんなもんじゃい。お前たちの仕掛けは全て俺の頭の中にあるからな。ありがとう、よっしゃ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。